こんにちは、籠信明です。今日は下鳥羽公園の球技場にやってきてます。全く予定にはなかったんですけれども、数日前に原和樹さんからこういうイベントがあるよっていうのを教えていただいて、京都スポーツの殿堂、元日本代表の柱谷哲司さんがここでサッカー教室を行う、そして原和樹さんがコーチとして参加されるということで、急遽取材にやってまいりました。ということでこちらの動画をどうぞ。ということで今回は株式会社ビバさん主催、京都スポーツの殿堂殿堂事業、元日本代表ディフェンダー柱谷哲司さんによるサッカー教室の模様をお送りいたします。会場は下鳥羽公園球技場。イベントを前に主催の株式会社ビバの小山聡代表取締役社長、そしてもちろん柱谷哲司さん、さらにコーチとして参加された原和樹さんの挨拶が行われました。午前中は小学生向け、そして午後は中学生向けのスクールが行われました。僕が取材をしたのは午前の部。小学生向けということで、見ても分かる通り、1年生から6年生までの小さなお子さんが集まりました。ということでまずはボールの上げ方からやっていましたよ。そして練習した後はみんなで思いついたボールの上げ方、みんなの前で披露をするという時間もありました。いや、やっぱ最近の子供ってうまいですね。こんなことできるんだっていうのを見せてくれた子もいました。すげえな。そして次はドリブル練習ですね。センターサークルの中にこうマーカーコーンをいくつか置いて、それに当たらないようにドリブル、しかもその一緒にね何人もやってる中でそこに皆さんに当たらないようにドリブルをしていくということですね。そこでは柱谷さんからスピードを上げすぎると当たってしまうから、その緩急をつけることが非常に重要なんだよっていうことをおっしゃってましたね。そしたらもう子供たちもすぐに馴染んでどんどん上手くなっていくのが見えて、いやーさすがだなと思いましたね。そして次行われたのはこのセンターサークルの中半分くらいを使ってですね、ボールの出し合い、自分もボールを持って相手もボールを持ってると、で自分のボールが出されちゃいけない、相手のボールを出しに行くという、そんなゲームが行われていました。頭がいいなという子供がいましてですね、自分のボールをサークルのギリギリのところに置いといて、誰のボールかわからないようにしといて、自分はフリーで相手のボールを借りに行くっていうね、それは反則だろうと後でツッコミを受けてましたけれども、まあまあマリーシアですよね。そして続いて行われたのはこの J リーグで100点以上を取ったという原和樹さんが教えるシュート練習です。原和樹さんは僕も毎週原和樹さんとラジオをやってるんですけれども、シュートはやっぱりコントロールだと、力強く打つんじゃなくてしっかりこうペナルティーエリアの中に持っていってちゃんと狙って打つことが重要だということを子どもたちに教えていました。もうその教えを受けて子どもたちも今のシュートなんか本当素晴らしいコースに決まってますよね。そして最後はもちろんミニゲームです。参加した子どもたちを赤のチームと黄色のビブスのチームに分けてミニゲーム、ここまで学んだドリブル、そしてシュート、そういうものを生かす場でもありましたし、みんなが打ち解けてきた、子どもたちが打ち解けてきた中でのミニゲームということで、本当に楽しそうに笑顔があふれるミニゲームでした。本当に子供たちの笑顔があふれる楽しいイベントでした。まずちょっと感想からお願いしてもいいですか。いや本当暑い中ね、本当みんな元気よくやってくれて、
当に自分も楽しかったですね。はい、本当にもう最初はちょっと子供たちがこの人誰なのっていうところからどんどんこうはいはいっていうようになって、その楽しさみたいなものを伝えられましたね、すごく。そうですね、本当こうサッカーを通じてね、やっぱりそういう笑顔、元気っていうのをね出してもらえれば、僕らが内容よりも、もうそれが成功やと思ってるんで、はい、本当にあの子供たちが笑顔でやってくれたこと、本当に嬉しいですね。僕、ちょうど J リーグが始まった頃に小学生で、応援させていただいたんですけれども、コミュニケーションで、本当にコミュニケーション大事にされたなと思ったんですけど、大事だなと思ったエピソードとか、きっかけとかありますか？いやもうそれはもう小学生の時からやっぱコーチにずっと言われてきたもんね。そうなんですね、はい、やっぱりそのサッカーっていうのはやっぱコミュニケーションっていうのは大事だよっていうことを言われてきたし、もう高校の監督だったりとかね、もう林先生なんかにやっぱ声出せっていつも言われてましたしね。やっぱりそれはすごく大事なところだと思ってます。はい、ちょっとおとなしいなっていう声がありましたけれども、やっぱり京都の子って僕もちょっとおとなしい、他の地域とかもやっぱり東京の子に比べたら全然おとなしいです。そうですか。もうやっぱり東京とか関東の子の方が積極的ですよね。最初からも。はい。じゃあ京都の子これからですね。そうですね。まだまだね、僕もそうやったけど、うち弁慶とかあるからね。京都人は。はい。東芝って言われてたじゃないですか。はい、今も日本で後継者だなっていうのが J リーグの選手。どうですかね、だいぶ少なくなったんですけど、やっぱ牧野とかね、あそうですね、今神戸に移籍したけども、やっぱこう、やっぱ熱い男ですよね、彼なんか見てるとね。盛り上がりますよね、彼がいるだけで。そうですね、はい。いいと思いますね、彼なんかでもね。やっぱもう、やっぱり自分の世界持ってるじゃないけど、もう目標はしっかりしてるので、ぶれないですよね。そうですね。はい、それ大事だと思いますね。本当に楽しいイベントでした。ありがとうございました。ありがとうございました。谷さんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まず、本当に笑顔あふれる、素晴らしいイベントだったと思いますけど、感想いかがですか？そうですね、本当、テツジさんに今日呼んでいただいて、まあ、サポートコーチとして招いてもらったんですけれども、本当こういった子どもたちが、楽しくすごい暑い中でもあったんですけど楽しく、まあ、本当安全にやれたということが一番ですし、本当この中から J リーガーの子だ、まあ、目指してる子はたくさんいると思うんですけど、なるためには練習が必要だと思うので、たくさん練習するっていうコツを掴んでてもらえたらなと企画してサポートさせてもらえて、すごく僕も幸せでした。やはり日本代表になられたテツジさんが言ってたように、やっぱ明るく楽しく前向きにっていうのが、まあ、基本的なことかもしれないですけど、やっぱそこが ないとサッカー上手にならないですし、楽しいな、やっぱゲームになって楽しいなって思うことがやっぱ成長につながっていくので、やっぱそういったすごい楽しめる心っていうのを持ちながら頑張ってほしいなと思います。どうだった？楽しかった？どうだった？何が楽しかった？一番ゲームが楽しかった。でもやっぱりそれが、ね、一番ですよね。そうですね、が楽しいっていうのは。頑張ってね、これからも。頑張ってね、サッカー選手になる。いや、頑張ってね。ずっとサッカー好きでいてね。ありがとうございました。今日楽しかった。何が一番楽しかった？まあ、最後のゲーム、うん、サッカー選手になる。まあ、でも、頑張ります。ね、そう、頑張らないとないかな。頑張ってね。ありがとう。あと、これ嬉しかった。あ、よかった。いや、じゃんけん強いから。大丈夫。しっかり練習してね。もうこのサイン消えるぐらい練習して。ありがとう。ありがとうね。はい、頑張ってください。熊本でもね、これからイベントもあるそうです。あ、そうですね、はい、またサッカー選手になりたい人はぜひ、よろしくお願いします。今どんな活動してるか、はい、教えていただけますか？はい、そうですね、今、まあ本当全般的にいろんな活動をサッカーに関わることをさせてもらってるんですけども、まあ、昨日、京都サンガの試合、KBS さんで解説させていただいたり、まあ、ストライカークリニックという形で、どうやったら点が取れるかということを子供から大人まで教えていたり、まあ、本当ラジオも出演させていただいたり、まあいろんなことをやらせてもらっていて、講演活動などもさせていただいているので、まずはいただいた仕事を全力で頑張ることで、期待に応えることでまたお仕事をいただけると思うので、そういったものに関わりながらサッカーを普及させていきたいなというところを頑張っていきたいと思いますので、何かとお仕事のご依頼いただけたら頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いいたします。僕もお世話になっております。中崎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
さてインタビューを2人お送りをいたしました。まあ、このイベントの後、先ほどね少しお子さんがボールを持ってらっしゃったのをご覧になったかと思いますけれども、これは三浦篤弘さんのサインが入っているボールなんですけれども、あのじゃんけん大会で争奪戦になったんですが、ボールのところにどこを蹴ったらどういう曲がり方がするかっていうのが書いてあるっていう、ちょっと画期的なボールらしいんですよ。ぜひぜひあのもらった8名様だったかな、当たった方はぜひこれで練習してください。また原和樹さんと柱谷さんの今画面 の、 あの左に出てますけれども、サイン色紙も皆さんにプレゼントされました。まあいろいろじゃんけんで勝った方にはお土産もあったということで、本当に素晴らしいイベントになりました。あとちなみにですね、このスポーツ伝道事業、実は12月にもまた行われるそうなんですよ。次の講師はあの鎌本さんらしいですよ。大注目です。ぜひ参加ご検討ください。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。